さて、それでは行政書士トライアル講義ですね。始めていきましょう。行政法の任問編を担当させていただきます。伊藤塾専任講師の坂本です。どうぞよろしくお願いいたします。 さて、今回はですね、行政法の入門編ということで、これからですね、学習をしっかり始めていくぞ。あるいはですね、行政書試験にちょっと興味があってね、聞いているんだ。そんな方もいらっしゃるかと思います。行政書試験というぐらいですから、いろんな科目が当然ありますけども、その中でもこの行政法という科目は一番配点が高くて、最重要科目になってきます。ただ一方ですね、結構、 言葉が、まあ、硬かったりとか、あるいは、まあ、その、実は身近な法律ではあるんですけども、まあ、日々、意識をすることではほとんどないんですね。なので、なかなか、まあ、イメージを持ちにくい、そういうふうに、まあ、なりがちな科目なんですね。で今回ですね、あの、資料請求でお手元に届いている、まあ、テキストにですね、本当に、まあ、基礎的なところっていうのを入れさせていただいたんですけども、まあ、それでも結構、 細かい内容が多いんですね。なので、まあこれからですね、学習を始めていくぞっていう方に向けて、まずはですね、その法律の固い言葉、それをそのまま,まあ学んでいくんじゃなくて、まずは具体的なイメージですね。行政法っていうのはどういう学問なのかとか、あるいはどういう内容を学習していくのか、まあそういった だ、本当にイメージをですね、今回しっかりとこの授業を通じてお伝えさせていただきたいというふうに思っております。このイメージを持つというのが、本当にあの、これ、得点に結構直結していくんですね。あの得点が伸びる方というのは、具体的なイメージ。 これをしっかり情景として頭の中で思い浮かべることができます。一方でなかなか得点に、えー、まあ伸びが出てきない、来ないんだっていう方ですね、えー、得点がなかなか伸びないぞっていう方だとやっぱりこう硬い言葉をそのままなんか丸暗記してでもなんか覚えてはいるんだけども具体的なイメージは持ってない情景は浮かんでこない。 まあそうなるとやっぱり行政法の特典では伸びないんですねえ。なので、まあこのイメージっていうのはすごく重要で、え基礎知識にも当然必要だし、持ってってしまえば応用問題ですね、えー。まあ正答率がちょっと低くなるような、えー、受かる人じゃないとやっぱ取れないよねっていうような、そういう応用問題。 そういう問題にもしっかり対応するために、今回そのためのイメージをしっかりとお伝えさせていただきますので、まあ気軽な感じで構わないんですけどもね、ぜひ楽しんでていただければというふうに思います。で、具体的にやっていく内容なんですけども、大きく2つですね。まずは、まあこの行政法の科目の特徴ですね、出題形式とか配点とか、 あるいは、ま、試験対策上の位置づけとか注意点、攻略のポイント、まあ、こんな話を前半にさせていただいて、で、後半部分で、ま、行政法の基本構造ということで、まあ、ここで行政法学ってどんなもんだよっていうことを、ま、イメージをしっかりね、え、ここでしっかりと捉えていただきたいというふうに思います。で、まずはですね、えー、前半部分の、この、行政法の、ま、出題形式とか配点ですね、諸々も話を少しさせていただくと、 まずはですね、五種択一式。これが19台出題されます。1問4点なので、行政法の五種択一式だけで76点分。で、多種選択式。これが1問8点で2台出るので16点分。で、記述式が1問20点で、合計すると、この行政法という1科目だけで112点の配点を持っているということですね。 まあご存知の方も多いと思いますけども、この試験は300点満点の試験です。で、300点満点でこの行政法の割合どんぐらいあるのかというと、全部で37%。で、合格ラインの180点で比率を出すと、まあ、合格に必要な62%の配点をこの行政法が占めているということですね。 まあ、行政法がダント突で拝点が高く、で、次に拝点が高いのが、まあ、民法ですね。まあ、民法も76点分ということで拝点が高いと。で、次に拝点が高い法令科目だと、あの、憲法なんですけども、憲法はガクッと拝点が下がって28点という感じですね。 まあその他20点とか8点とか、まあ、そんな配点になっていきますので、まあ、いろんな科目がある中で、この行政法、まあ、それと民法ですね。えー、ここが本当に行政書士権のまあ合否を分けるポイントになってくるということですね。で、なぜこんなにも、まあ、特に行政法の配点がまあ多いのかっていうと、これは業務に直結してるからなんですね。えー、どういうことかっていうと、 行政書士、まあ、いわゆる独占業務ですね、行政書士のまあ独占業務と言われるのが、許認可業務と言われる分野なんですけども、まあ、これは行政手続き、これを行っていくことでありますね。ね 行政書士さんってどんな仕事をするんですかどんな法律家なんですかっていうと、一言で言えば、行政手続きにおける法律の専門家なんですね。どういうことかというと、例えばこのコロナ禍において、その補助金、助成金、これを受け取りざいこういうふうに思っている個人であったりとか事業者さんというのは多いわけですよね。そういったような各種申請届で、届けあこういったものをちゃんと書類を 揃えなければいけません添付書類をしっかりと添えてという形で出さないと降りるお金も降りないんですねだからそういったお手伝いを行政書士はさせていただきますわ、まあ、かりやすいのが補助金かなという感じなんですけどもその他にもまあ外国人関連のまあ業務国際業務であったりとかあるいはまあ私自身も行政書士務をやってるんですけども、まあ、その中でやっていくのがまあ建設業許可ですね まあその他にも本当に宅建業とか参拝業、倉庫業、運送という形で、まあ、このいわゆる許認可業務で,ですね、まあ、お客さんとまあ行政の間に入って業務を行うという、まあ、この許認可業務この許認可業務で作れる書類の数って大体どのぐらいあるんですかというとそのぐらい業務の幅がめちゃくちゃ広いというのが、ね、行政書士のまあ資格の特徴なんですけども。 まあそういった形ですね、業務に直結しているというところで、まあ、この許認可業務をしっかりこなせるだけの法的な素養、これを身につけるためには、やっぱり行政法をガツンと分かってなければいけないんですね。なので、行政法の配点が抜きん出て高いということですね。ちなみに、行政法に次いで、次に配点が高いのが民法になりますけれども、民法も結局同じ理由です。 え、ま、許認可業務以外のところでも行政書士の業務っていうのは非常に幅が広くてですね、え、権利義務関係とか事実証明に関する書類の作成、これをま、業として行うことができます。 まあ、例えば分かりやすいのが、まあ、契約書とか、あるいは遺言書ですね、まあ。遺言のことを法律家は遺言というふうに呼ぶことが多いんですけども、まあ、こういったものであったりとか、あとはこれは会社法になってしまいますけども、会社の設立だとか、あるいはホームコンサルだとか、青年後見民事信託、内容証明郵便とかね、まあ。いろんなこう、許認可以外、行政法を使った業務以外にも、いろんな業務が幅広く行えます。 で、この許認可業務以外のいわゆる民事業務と言われる分野については、やっぱり基礎となってくるのは民法の知識なんですね。えなので、まあ行政書試験ではこの民法と行政法の配点が抜きに出て高くなっているということですね。で、話をちょっと元に戻すと、まあ行政法についてはですね、一番配点が高いので、当然しっかりと対策を取らなければいけません。 で当然ですね、あの、インプット学習。まあ、それこそ、まあ、単に覚えるっていう学習では合格までたどり着けませんから、しっかりとイメージを持ちながら理解をしていく。まあ、これも当然大事なんですけども、まあ、特に一言で、この行政法の攻略ポイントっていうのを伝えておくと、それは過去問の攻略です。もちろんテキストとか六法の条文を使ったインプットの学習、これは大事なんですよ。で、その上で、 過去問の攻略。これが、まあ、必要不可欠なんですね。まあ、この行政法の対策は、過去問がいかに攻略できるか、ここにかかっているんだっていうのは、ぜひ、頭のからすみに入れといてほしいなというふうに思います。まあ、具体的にどのぐらい過去問から出てくるのか。まあ、当然、過去問やれっていう指示を出すことは、過去問から出るわけですよ。で、どのぐらい出されるのかっていうと、これが昨年度の、2021年度の、 行政法の五種択一式ですね。まあ、五択の問題。まあ、中には四択の問題とかもあるんですけども、この五択の問題で、19台のそれぞれの足、まあ、選択肢ですね。これが全部合計すると、92足あったんですね。で、この92足のうち、過去問で聞かれたことがある知識。これがどんぐらいあったかっていうと、92足中53足。で、 全く同じってわけじゃないんだけども関連事項は過去問でよく聞かれてるよね関連知識は出たことあるよねっていうのが全体の24足でまあ関連とはやっぱり呼べないかな未知なるテーマだよね未知なる問題だよねっていうのが全体の中の15足でこの要はデータを見てまあそれはもう一目瞭然ですよね 過去問をしっかりと攻略するっていうことが行政法の得点を安定させる。まあそれに直結してきますので,、ねで。これは去年に限ったことじゃなくて、まあ例年大体いい同じなんですね。過去問知識でどんぐらい、何問ぐらい得点できるのかっていうと、まあ大体10問以上ということですね。 で、関連については年によって多少増減があるんですけども、まあたい4問5問ぐらいですね、平均でいうと。で、過去問にない知識ですね。え、ここ全く取れないかっていうと、別に生徒率が高かったりとか、あるいは事業内でしっかりお伝えしていることも多いので、まあ全く取れないわけじゃないんですけども、まあこの密室の割合っていうのはやっぱり少ないですよね。で、皆さんがやっぱりこれから学習をしていくぞっていうふうに考えたときに、行政法の学習はここですね。 過去問で問われたことがある同じ知識については確実に得点を取ると。でそれをしっかりと仕上げた上で関連事項。まあ、ここもしっかりと攻略をしていくということですね。まあ、過去問に沿って学習を進めていく。まあ、これが行政法を伸ばす、まあ、王道的な方法論になってきます、ね。逆に言うと、過去問をやらずして行政法、 まあ伸ばせられるかというと、これは無理です。はっきり言って。ね、なので、まあ、インプット学習もね、しっかりやらなきゃいけないんだけども、その延長でしっかりと過去問題、これをしっかりとやっていく必要が、まあ、あるんだということはね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。さて、そうしましたらね、まあ、行政手法の、まあ、科目の特徴みたいな話はこのぐらいにして、続いてですね、 え、行政法の基本構造。まあ、行政法とは何か。それと行政法の出題テーマについてですね。え、具体的なイメージを、え、お伝えしていきたいというふうに思います。え、まずはですね、行政法とは何かということなんですけども、これちょっと不思議なんですけどもね。え、行政法とは、行政に関する法。これを総称するものなんですね。え、つまり、行政法という、 ま、試験科目としてはね、行政法という呼び方をするんですけども、行政法という名称の法律は実はないんですね。まあ、要は、グループの名称だと思えばいいです。要は、行政法に属する、まあ、要は、行政絡みの法っていうのは、非常に数多く存在してるんですね。で、その数多く存在する、まあ、その、グループの名称として、行政法という言葉を使っていると。まあ、こんなイメージ。ね。 例えば、まあ、AKB48 っていうグループ名がありますよね。で、AKB48 っていう個人はいないですよね。そんなイメージ。ね、まあ、この行政法というのはあくまでもグループの名称なんだということですね。まあ、実際どんな法があるのかというと、まあ、我々の生活に身近なところをね、ちょっと映していくと、まずは自動車を運転する。まあ、これは自転車を運転するとかもそうなんですけども、 これは道路交通法という法律。まあ、これの縛りがあるんですね。で何かしらの事故があったよとか違反があったよってなると警察官介入してくるでしょ。そんなイメージですよ。警察官というのはまさしく行政の一組織になってきますからね。とか、あるいは学校教育。受けたことがないっていう方はほとんどいらっしゃらないんじゃないかなというふうには思います。学校教育になると学校教育法という縛りがあるし、 あとは、ジュース。まあね、最近飲む飲まないってあるかもしれないですけども、生まれてこの方、飲んだことないって方はいらっしゃらないですよね。ジュースの過重表示なんていうのは、景品表示法という法律になってきますし、鉄道料金。ね、鉄道乗ったことないんです。電車乗ったことないんですって方ってほとんどいらっしゃらないですよね。あれっていうのは公共の乗り物になってきますので、鉄道事業法という法律に沿って、まあ運営されてたり、ね。あるいは家を建てたことがある方。 ま、その方は当然建築基準法、この基準を守っているし、路上喫煙禁止なんていうのも各条例での制約になります。ね。飲食店ね、やってる方、あるいは飲食店行ったことがある方、ほとんど全員ですよね。ってなると、これも食品衛生法という法律があります。まあ、本当に数えればね、キリがないぐらいたくさんあるんですよ。まあ、これらす全てがいわゆる行政法と言われる法分野に属していると。 ま、こんなことですね。まあ、要はね、あの、行政法っていうのは、試験科目の、ま、内容、一つ一つっていうのは結構細かいんですよ。行政法の、まあ、勉強していく知識っていうのはね。えー、ただ一方で,ですね、結構細かくて、まあ、その馴染みがないっていう,うに言われがちなんですけども、実は行政法っていうのは、我々の生活に非常に身近なんですね。 だ無関心で人生を送ることは可能ですけども、日本国内に住んでいて、この行政法と全く関わりなく人生を全うするということは、これは不可能です。どんな人間であっても、それは家を持ってない路上生活の方であったとしても、関係は絶対持ってるんですよ。そういった、要は行政絡みの法っていうのが、この行政法になってくるということですね。 ま、実際どのぐらいの数あるかっていうと、非常に数多いです。えー、まあ現存の、今のですね、あの、日本国内の法律の数ですね。法律の数っていうのが、だいたい2000ちょっとあるわけですよ。まあ、2000ちょっとあるのね。2100まではいかないんですね。で、2000ちょっとある法律の中の、じゃあ行政法に属する法律の数ってどのぐらいあるんですかっていうと、実はこんだけあるんですよ。 2000のうち、だいたい1900ぐらいが、まあ、行政絡みの方だということですね。で、こ,こからが要は、試験科目で学んでいく、じゃあ、行政法って何なのかっていう考え方に行き着くわけですけども、要はですね、この1900もある法律ですね。で、この各法制度に共通する考え方。えー、まあ、いわゆる原理原則ですね。もちろんその原理原則から外れるような考え方も、まあ、 あったりはするんですけども、多くの行政法で共通の考え方。これを行政法学っていう形で皆さんは学んでいきます。ねえー、まあ行政活動にはどのような種類があるのかとかね。あるいは行政活動の特徴は何なのかとか。あるいは違法な行政活動がなされた場合の救済のあり方とか、ね。まあ、こういった形で、この行政法に共通する考え方を行政法という科目で学んでいくと。 まあこういうことになりますね。なので、これね、結構使えるテクニックというか、まあこれね、根本的な理解として認識しなきゃまずいんですけども、あのー、本試験の現場。本試験の現場で、知らない知識が出た。ね。知らない判例が出た。こういう場合に、受かる人ってどう考えるかというと、この判例そのものは、まあ見たことないんだけども、行政法学の共通の考え方がすれば、 こうなるよねっていう結論の導き方が可能なんですね。逆に、この今話した認識を持っていない受験者っていうのは、知らなきゃわかんないで諦めちゃう。特定に結びつかないっていう傾向がありますので、ね。まあ、行政法っていうのは、その行政法学全体に通じる原理原則、共通の考え方を、まず学んでいく、そういう学問なんだっていうふうに思ってください。ね。で、ここでね、一つ。 重要な考え方を追加しておくと、まあ、この1900にも及ぶ、まあ、この行政法の数ですよね。まあ、行政絡みの法律の数なんですけども、なぜこんなにも数が多いのかと疑問に思いますよね。なんでそんな行政絡みの法律ばっか国会は作ってんだって思いますよね。で、その根幹にあるのが、これ、行政法を学ぶ上で最も重要な大原則になるんですけども、 それがこの法律による行政の原理という、まあそういう考え方があるんですね。まあ、この法律による行政の原理、これが行政法学の大原則になってきます。基本的な考え方ですね。まあこれはどういうことなのかっていうと、法律による行政の原理とは国民の権利自由を守るため行政権の行使が国民代表機関である議会の制定する法律にもついて行われることを要求する原理であるということですね。 まあ要は端的に言えば行政は国会の作った法律。法律に基づいて運営する必要があるかね。これが法律による行政の原理。ね。まあ要は法律なければ活動できない。法律なければ組織できない。法律なければ何もできない。まあ何もっていうのはちょっと言い過ぎなんですけどね。 基本的な考え方として、行政っていうのは、これは国民に対していろんな働きかけを普段行っていきます、ね。えー、まあ公共団体にも当然、この行政というのは地方行政存在しますねそ。その他にも国の行政であるんですけども、まあ、その中で住民の、えー、まあ情報管理だったりとか、国民の情報管理とかもあったりしますよね。えー、各種助成金のまあ交付だったりとか、えー、まあ様々な行政サービスというものを、まあ 提供しているわけですよ。我々国民に対してね。で、そういった意味で、まあ、いろんな活動をしていく中で、あの、場合によっては国民の権利自由を制限するような働きかけっていうのも当然なされることがあるんですね。で、そういうような場合に、やっぱり法律の根拠がなければ、なんでこんな活動をしてくるんだ。何に基づいて行政は自分に、ま、こういう要求をしてきてるのかな。やっぱり突っ込みたくなるじゃないですか。 なので、行政っていうのは、ま、人権を、ま、侵害しやすい、そういう特徴があるので。なので、えー、まあ国会の作った法律に基づいて、活動してくれと。まあ、これがいわゆる法律による行政の原理という考え方ですよね。まあ、この考え方がベースとしてありますので、え、なので、ま、現存の法律がほとんど、え、行政絡みの法になっていると。まあ、こういう実態があるわけですね。で、 ここからですね、えー、まあ具体的な、えー、まあ数多く行政法というのはあるわけですけども、じゃあ実際試験科目として出されるものはどんなものがあるかと。まあ、この話に入っていきたいと思います、ね。で、行政法の、まあ、行政書試験における行政法の主な出題テーマというのが6つあります。まず、丸1の一般的法理論ですね。 これはまあ行政の組織や作用に関する一般原則ということで、ここはね、何か単一の法律、要は一つの法律を学んでいくわけじゃないんですね。まあこれは2番から6番であったりとか、あるいはその他のいわゆる行政法に属する各法律、まあそれらの原理原則となる基本となる考え方、共通する考え方を一般的法理論という形で、これ学問として学んでいきます。 で、2番から6番っていうのが個別の法律ですね。えー、行政手続きを、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法、地方自治法という形で、えー、個別の法律が5つ出されるということですね。えー、ちなみに格書きっていうのは、あの、略した呼び方ですね。行手法、行進、行訴、国売ということですね。で、今回、特にちょっとお伝えしていきたいのが、この2番から5番の関係ですね。 これはね、あの、体系的に説明することができるところで、えー、まずですね、まあ、処分、いわゆる行政処分ですね。行政処分の前と後で、これ分かれます。行政処分の前に使われるのが行政手続法。一方、行政処分の後に適用されるのが行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法になります。で、ここでね、処分とは何かと。 という話をちょっとさせていただきますね。まあ、この処分とは何か。これ結構ね、受験経験がある場合によっちゃ、結構合格点に近いところまで行くような人であったとしても、この処分という概念を正確にイメージできている方っていうのは多くないんですよ、実は。で、この処分っていうのがちゃんとイメージ持てると、行政法は非常に勉強しててわかりやすいです。 逆に、処分というものが分からないと、行政法は単なる丸暗記で、得点が伸びなくなってしまいます、ね。で、このじゃあ、処分とは何なのかということなんですけども、まあ、簡単に説明すると、国や公共団体が国民に対して行う公権力の行使のことなんですね。で、全然簡単じゃないですね。ポイントは何かっていうと、下のところ。まあ、要は、処分にはですね、えー、国民の権利義務を決定する 法的効果が存在してるんですね。どういうことかというと、このカッコない、これね、ぜひ知っておいてください。処分前と処分後。この前と後で国民の権利義務、これが変動します。例えば、運転免許証の交付ですね。これ分かりやすいと思うんですけども、運転免許証の交付を受ける。 まあこの交付処分になってきますけども、この交付を受ける前と後で、その人は運転できるできないっていうのが法的に違いますよね。免許証を持ってないのに、要はその付与されてないのに、処分を受けてないのに、運転したら無免許運転で、それは違法な活動したんで、処罰の対象ですよってなりますよね。運転しちゃいけないのにするから。一方、処分を受けた後だと、 これは運転免許証の交付処分を受けた後なんだから、それは運転することが適法に認められるんですよ。これが要は処分になります。これは運転免許証の、じゃあ取り消し処分。もう同様ですよ。運転免許証の取り消し処分。これがなされる前は運転していいんですね。一方、取り消し処分がなされた後は運転しちゃいけないわけだよね。そこで運転して、 しまったら、それは、ま、動向法違反という形で処罰の対象になってくると。こういうこと。で、まあ、運転免許証がちょっとわかりやすいかなということで話をさせていただきましたが、結構問題とか、あるいは学習をしていく中で結構使いやすい具体例というのが、まあ、飲食絡みの、まあ、飲食じゃなくてもいいんですけども、要は営業に関する許可なんですね。えー、どういうことかっていうと、まあ、行政処分の例として、まあ、飲食店とかそういうイメージを持てればいい。ね。 営業許可処分とか、営業不許可処分とか、営業許可の取り消し処分とか、営業停止処分とかね。このようなですね、まあ各種処分というものが、まあ勉強していくといろんなところで行政法は出てくるんですけども、このそれぞれの処分がなされる前はどういう状況なのか。で、処分がなされた後はどういう状況なのか。 ここがちゃんとイメージできると行政法はすごく勉強がはかどります。じゃあそれぞれ見ていきますよ。まずは営業許可処分ですね。営業許可処分。この処分がなされる前は営業できないですよね。で、許可がなされると営業できる状態になるよねってなる。一方で営業不許可処分はっていうと、これは 営業できない状態のままですよね。とか、あるいは営業許可の取り消し処分。これは営業できていたんだけども、この処分により営業できない状態になりましたっていうこと。これは営業停止処分も同じですよね。まあ許可取り消しと営業停止処分の違いっていうのは再申請がいるかどうかです。 ま、営業停止処分の場合には、2週間の停止とか、1ヶ月の停止っていう形になってきますので、その期間を経過すれば、手続きを取ることなく営業を復帰することは適応ですよ、ね。よろしいでしょうか。まあ、こういった形で、この行政処分っていうものは、法的効果を伴うっていうのがポイントなんですね。処分前と後で、法的な状況、権利義務関係に、え、ま、違いが、 ありますよとこれれが処分と言われるものです、ねえー、この考え方はね、すごく大事だし、応用問題でも結局この辺が分かっているかどうかが聞かれますので、ねえー、このイメージはぜひ大事にしておいていただきたいというふうに思います。で、話をちょっと元に戻すと、先ほどこの処分というものを基準に、処分前に適用される法律が手続き法で、 で、処分後に適用される法律が行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法だって話をしましたけども、これをちょっと今のイメージをね、ちょっとまあ使いながら具体的に説明していくと、まずですね、国民がなんか営業したいなというふうに考えたとするでしょで、この場合、勝手に営業することはできなくて、 まずは営業許可申請というものを窓口となる管轄行政庁に申請出します。で、申請書類をチェックして、この申請者にその的確があるかどうかですね、営業許可を与えていいかどうかのチェックを行政サイドで行っていきます。で、チェックしていいですよってなると、営業許可処分というものがなされます。で、 この営業許可処分を受けることで、例えば飲食店の営業とかが可能なわけですね。営業できる状態になるということです。で、この営業許可を受けていれば、まあ営業が可能なわけですけども、一方で何かしらの法令違反とか、事故とか事件とか、まあそういったものを起こしてしまうと、場合によっては、営業許可の取り消し処分というものを受けてしまう可能性があります。 営業許可の取り消し処分を受けると、当然、営業できていたんだけども、処分によりできなくなったという状況になりますよね。まず、ここまではよろしいでしょうか。でです。この場合に、例えばね、これが、まあ、飲食店で、なんかこう、悪質な、まあ、経営をしていた。例えば、そのお客さんに、あの、もう食べちゃいけないようなものを提供してたとかね。 そういう悪質なことをやってて、まあ処分を受けたんだったら、まあ反論の余地ないから、まあ黙ってね、言われるがままという結論になるかもしれないですけども、一方で自分のところに落ち度はないと。こういうことも考えられますよね。自分のところに特段落ち度ないのに、なんで営業許可処分なんてされちゃうんだ。不満があると。こういう場合です。このような場合には、まず不満があったとしても、 営業許可の取り消し処分がなされている以上は、営業してはいけません。ただそうなると、要は、ね、営業できないんだから売り上げ上がんないよね。生活困っちゃうよね。従業員も困っちゃうわけですよ。そこでどうするかというと、この処分おかしいぞと思ったら、この処分取り消してもらう必要があるんですよ。まあ、要は、営業許可の取り消し処分。この取り消し処分を取り消してもらうって、こういうこと。 で、そのための制度というのが、処分後に使っていく、行政不服審査法と行政事件訴訟法。この二つです。まず、行政に対して、あなたたちがやった営業許可の取り消し処分、これ違法なので取り消してくださいと。文句を言ってくる。不服を申し立てるというのが、行政不服審査法です。一方で、処分をした本人に、 おかしいから取り消せって言っても、聞いてくれない可能性要は公平さまあ、そこにやっぱり疑問があったりしますよね。なので、まあ、公平性を、ま、その保つために第三者機関として、裁判所に対して、行政が違法な処分してきてるんですけど、裁判所の方で取り消してもらえますかまあ、こういうのを訴訟で争っていくのが、行政事件訴訟法になります。 この行進法と行訴法は、ポイントは、同じ公権力の行使、つまり処分について争っていく方法なんです。で、争う対象は同じ。で、行政機関に封筒を申し上げるのか、裁判所に訴訟提起という形にするのか、この違いで、あの、法律が分かれているぞと。まあ、こういうことですね。で、いずれも、行政の行った処分の効力を争っていくと。 こういう話です。ね。まあ、この、行政不服審査法にしろ、行政事件訴訟法にしろ、審査の結果、確かに、この営業許可処分が法に基づかない違法なものですよっていう結論になったら、この営業許可の取り消し処分というものを取り消してもらえるんで。取り消してもらえれば、営業できる状態に復帰できると。こういうことですね。よろしいでしょうか で、一方です。仮に、この、不服申し立てや事件訴訟で処分の効力をまあ取り消してもらったとしても、違法な処分によって、例えば、1ヶ月間営業できなかったってなると、その分の損失がありますよね。金銭的な損失が。売り上げが上がってないから。だらそれを要は補填してくれ。お金をちょうだいねっていうのが、国家賠償法になります。ね これは裁判所に対して、まあ、訴訟という形で提起していく。まあ、これが国家賠償法。だこの国家賠償法と上二つの行進行訴の大きな違いは何かっていうと、争う対象です。争う対象。これが要は、処分の効力をどうにかしてほしいってい形で争っていくのか。あるいは、効力は関係なくて、お金での解決を望んで、 争っていくのか。ね。お金なのか、効力なのかっていうところで大きく違いがあるぞ、ということですね。よろしいでしょうか。まあ、こういった形で、処分というものを基準に、処分前に、申請来たら行政機関はこういう対応しなきゃいけないぞとかね。あるいは不利益な処分、この営業許可の取り消し処分をする際にはこういう手続きを取らなきゃいけないぞ。こういうルールを規定してるのが行政手続き法。一方で、それらの救済ですね。 救済として整備されているのが行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法と。まあ、この三つになってくるということですね。よろしいでしょうか。まあ、今回のね、えー、まあ学習についてはね、えー、まずは処分っていうのはどういうものなのか。で、あとは処分の例ですね。処分前と後でどういう 法的な権利変動が生じてんのかな。まあ、ここはね、特に重要なポイントになってきますので、えー、ぜひ覚えておいていただければというふうには思っております、ね。よろしいでしょうか。で、えー、まあ、時間もね、もう迫ってきてますので、最後まとめておくとね、まあ、今日の授業のまとめですけども、えー、まずは、これ前半で話した話ですね。えー、最も配景の高い行政法。まあ、これを得意科目にしていく、高得点をしっかり 稼げるようにしていく。これがまあ合格の可能性を飛躍させることにつながっていきます。で、そのためにはやっぱりポイントは過去問の攻略ですね。これは忘れずにいてください。で、学習面においては、課い法律だからこそね、具体的なイメージを持って理解をしっかりしながら、 学習を進めていく。まあ、これがですね、非常に重要になってきますので、ええー、まあ、丸暗記に頼らないということですね。丸暗記っていうのはね、それはそれで頑張ってる証拠ではあるんですけども、あの、読んで分からない。で、分からないから覚えちゃう。これで受かるんですかというと、受からないです、それは。合格することは限りなく、あの、難しいので、しっかりとテキスト読んだら、これはどういうことなのかな ま、理想としては、誰か知らない人に対して少し説明できるぐらいですね。そのぐらいの、ま、理解というものをしっかり積み重ねていきながらね、学習をしていけると非常に理想的ですので、まあ、この理解っていうのをね、一つ大事にしながら学習はね、進めていってほしいなというふうに思います。さて、そうしましたらね、次回になりましたので、今回の私の入門編は以上ということにしておきましょう。お疲れ様でした。